田先生の話の中にですね、戦略の話の時にアメリカ第二次世界大戦の話が出てきて、アメリカが日本と戦争をする時に予算の振り分けをやる、これ戦略的な攻撃のための予算を7割が戦略的な予算、3割が戦術的な予算。この戦術的な予算というのはですね、もう現地でこう戦うピストル撃ったりこう大砲撃ったりという飛行機で空中戦したりという現実的な戦いに予算を3割、残りの7割は戦略的な予算を振る。この時にこの武田先生の話の中ですぐに思ったのは、この戦略的な予算というのは実はこれこう、東京空襲受けてますから、博多も受けてる。戦略爆撃の B-29 ね。これ何をやったかというと、工場、武器を作る工場、戦地に送る食料を作る缶詰とか作る工場を爆撃する。これに予算を振ると、短期では効果は測定できないけど、長期に見ると、これを7割にするのが一番効率的だという武田先生の話がある、ね、実はこの定期破額というのはそういう意味合いを持っています。会社の数字を安定して作るために定期破額がすごく役に立つ。これをぜひそういうイメージで考えてもらえればいいんですけども、先ほど話した永井さん、